共和歴三年憲法共和歴三年憲法は1795年に制定されたフランスの憲法である1795年憲法などとも称される同憲法に基づいて総裁政府が成立した1793年から1794年にかけての恐怖政治がテルミドール9日のクーデターによって終了するとこれ以降は恩賢共和制の枠組みで フランス革命の収集が図られたが、政権はネオジャック版と応答派に揺るがされ続け、安定しなかった。この憲法は全文に権利義務宣言全31条を置き、本文は377条からなる。立法府は500人員と元老院による任性が取られ、もっぱら500人員のみが法案提出権を有し、もっぱら元老院のみが法案を承認。 または拒否すると定められ、500人委員の提出した法案が元老院で全部承認されて、初めて法律が成立した。これは立法府の独裁を防ぐためである。両院とも毎年3分の1が改選されることが定められていたが、選挙制度は一定の納税者のみによる制限選挙かつ間接選挙だった。500人委員議員は、 年齢30歳以上で10年以上共和国に居住した者、元老院議員は,は40歳以上、15年以上共和国に居住した者かつ既婚者、または家父に限られた。行政は、総裁政府が担当し、5人の総裁で構成された。各総裁は、3ヶ月ごとに1人が臨番制で主犯に任命された。ただし、総裁は租税を審議する権限を持たず、財政は、 立法府の選出する国庫委員会が管轄した。総裁は500人員の作成した候補者名簿から元老院が選出した。総裁は法案提出権など立法に関する権限を有せず、独裁的権限を震えないように防止策が講じられていた。信教の自由、報道の自由、職業選択の自由が保障された。一方、集会の自由は認められなかった。 政府への請願権は認められた。この憲法は権力分立を胸とする文献構造が特徴で、それゆえに非効率であった。特に行政と立法の対立が深刻で、総裁政府は自らを守るために、クーデターで選挙を無効にすることが必要になった。ナポレオン・ボナパルトによるブリメール18日のクーデターによって、総裁政府は崩壊し、 この憲法に代わり新たに共和歴8年憲法が定められた。ありがとうございます。